水きれいだね。いやー、どうやろう。でも50ある。あれ普通に泳いでますやん。しかもここ鯉いないしな。これ場所的にベイトフィネスじゃない？皆さん見せますよ。あの50アップ、マジで。あれはでかすぎたな。激アツ。50あるでしょ、普通に。いや、でかっ。でかいよ。めちゃめちゃ。これ、わかった。これ、わかった、皆さん。こういう時こそ、3.5 ポンド、細フローの出番っすよ。でもこういう時に限って逃げていくんやな。まあでも一か八かや。よし、早く早く。あっ、完全に沖の釣りのタックルやったからさ、ベイトフィネスもスモラバ食わんかったけどな。やばくない？賢すぎんかい？この間すぐ食ったけどな。皆さん行きます。 RV バグちょっとほんとそこにいるんで、この状態から動けないんで。お、距離を詰めてきています。バスさん、水がクリアアップしてからむずいな。食わんか。
これ見切った。なんかバスついてこん？ついてくるんやけど。タイミングおかしくない？シャッシャッシャッ、ありがとうありがとう、気になるくらいと。絶対ハゲすれてるよ。いや、これは切れない。うわ、よいしょ、おら50だよこれ。うら、でっか、でっか、待って、やばい、マジパン食ってる。ちょっと待って、サイズ測ろう。でかいよなこれ。もう3月、いや2月下旬、今日3月1日ぐらいかな。だけど新年早々よ。50アップ、もうテンパりすぎてぐっちゃぐちゃ。いや、家帰ったらまた、マジでカットテールやべえな。携帯も落ちたし、落ちたっていうかびっしょびしょになったし、壊れてないけどさ。よいしょ。いやーよかった、マジでよかった。今日2匹釣れたしな、もう満足だわ。満足だけど、こんだけもっと釣りたくなるのが人の欲ってやつ。欲って出ちゃうよねやっぱりね。もう1匹ぐらい飛ばしていいから、釣れないかな。本当はね、こっちのスピニングじゃなくてもう1個のスピニングの方で
釣りたかった。よく言っちゃうとね。まあでもこの辺ウィードだらけだったから、エルロッドでよかったかなっていう感じ。ワン飛んだよどっかで。あー嬉しい、本当嬉しい。54あったね。54、自分の琵琶湖での最高記録が53なんで、今日更新しちゃいましたよ。いや本当に嬉しい。これをなんて言うんだっけ、感無量やったっけ。うん、感無量よ、マジで嬉しすぎるで。これはご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。